文章博士は大学猟奇伝道の教官。文章生に対して漢文学及び中国正史などの歴史学を教授した。党名は翰林学士。仁紀5年7月21日の閣において、苗業道を補助することを目的として、律学博士と共に設置された。当初は、苗業道の助博士に準じて正七くらい、仮想党とした。2年後の天平2年3月27日に、苗房生、文章生が設置されて事実上の独立した教科となった。日本の律令法における学令は、唐の制度に倣って、中国王朝の支配思想であった儒学を教える、苗業道を中心に置いた規定がなされ、文章博士はそれを補う目的で設置されたものであった。ところが、日本においては、思想や実務よりも親しみやすい文学、史学への関心が高く、宝亀3年には、近江の三船が大学領の長である、大学頭と文章博士を兼ねるなど、文章博士の地位が高まるようになった。公認12年2月17日に、簡易総統が15位下に引き上げられ、諸博士の筆頭であった、苗業博士を追い越して、大学領の教官で、唯一の貴族身分とされた。さらに、昭和元年3月8日には、貴殿博士設置1名を統合して、定員を2名とした。以後、学科名としては、貴殿科あるいは、貴殿道が採用されたものの、博士の号は仁紀以来の文章博士の呼称が採用された。さらに、貞観元年には、式典が4丁から6丁に増加された。文章博士は、大学領における教授、試験などの業務の他に、天皇や摂関、公卿の侍読を務めたり、彼らの依頼を受けて、漢詩を作成したり、貴殿官文や申し文などの文章を執筆することがあった。そのため、権力中枢との距離が近くなり、彼らの推挙を受けて公卿まで上る者も少なくはなく、春住の吉名は、橘の広師匠、木長谷ら平安時代末期までに12名を数える。だが、その中でも最たる者は9世紀中頃に、文章院を創設した菅原清忠を祖とする菅原氏であった。菅原氏は清忠、是善、道真と3代にわたって、文章博士から公卿に上り、博士職を世襲する勢いであり、また文章院が大学領における貴殿道の次期総として公認されたことから、橘の広師匠、島田忠臣ら有能な人物が大学領の外においても、菅原氏の門人に列して指定に参してまで教えを受けたとされている。だが、右大臣に上った道真が正体の変で失脚し、連座して左遷された。高見、篤重は復帰後それぞれ、大学頭、文章博士に任じられたものの創生したため、菅原氏による、貴殿道独占は挫折する。だが、この当時どこの官職においても世襲化が進んでおり、菅原氏に代わって、大江氏がその地位を占め、特に常平4年から天平6年までは、大江氏最初の文章博士であった、大江惟時に加えて、大江朝綱がもう一枠の文章博士に任じられたことで、菅原氏ですら行わなかった文章博士の一族独占を行って、文章院の管轄権の半分を菅原氏から奪った。だが、藤原蘇我、藤原佑世の文章博士任下以後に、貴殿道に進出してきた藤原氏の台頭も目覚ましかった。特に藤原氏は、文章院に対抗して設立されたとも言われている大学別荘、漢学院を有しており、一族を挙げてこうした動きを支えた。このため、平安時代中期以後は、菅原氏、大江氏、藤原氏の南家、子規家、北家のうちの日野流の5つの家系が、交互に文章博士2名についてその地位を占めるようになった。定数2名の文章博士を5系統で世襲。独占するという形態が成立した背景には、文章博士は天皇や摂関以下公卿と面識を得る機会が多く、一度就任するとそれ以上の昇進が困難であった。他の博士と比べて比較的短期間で弁官などの要職に転任して、その後も学識経験者として文章博士と同様の社会的信頼、地位を得ることが可能であったことによるとされている。もっともそれ以前より、近江の御船のように貴族級の博士が存在していた。だが、前年に出された文章正は、両家の子弟に限るとする太政官府と重ね合わせると、上流貴族による貴殿同読戦の動きの一環とも言われている。ありがとうございます。